した。どうぞ、どうぞ、りょうさん。いや、どうぞ。どうぞ、どうぞ。じゃあ、きゅうくん、どうぞ。何言うんですか？メダルだー。イエイ。イエイ。こんな始まり方がいいな、本当に。弾き語りをしている水無月さんですね。路上でライブしてる染谷です。本名で、本名でやってる。どうも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 。今日ライブ仕様で、そうですね、ちょっとアコースティック系なんで、ホスト仕様出さずにね。なるほど、アーティスト同士の対談みたいなやつですよね。あー、ちょっとかっこいいアーティスト同士の対談で、オシャンティーのやつを、はい、対談。なるほどなるほど、はい、まあ早速、リュウナ太ったっていうね。もうね、毎回太ってるよ、もう。でも今日の服はちょっと太ってみるよ、っていう言い訳を、ね。そんなね、あれですよ、どうでも高いんでしょ、その服。高くない。お、ヤクザっぽいよね、でもなんか。どうすかね、でも10万ぐらいするんですよね、多分。しないです。はいはい、ということで、アコースティックバンドを組んでる染谷です。よろしくお願いします。イエイイエイ。そしたら、そうですね、はい、アコースティックじゃないんですけど、ロックバンドをやってます。神谷と Q です。そしてラーです。はい、ね、ラビットっていうバンドやってます。よろしくお願いします。イエーイ。ノーセット、ノーセットじゃなくて、これはバンド用の髪型ですね。そのネタでいきます。最後まで1時間いきますね。バンド用の髪型なんですけど、まあ、いつもはホスト、休みの日は西口と渋谷の丸井の前でたまにやってます。よかったら見に来てください。はい、みんなで見に行こう。はいはい、そうですね。そちらさんのバンドの告知は、そちらさんのバンドの告知。なんかね、いつもより全員なんか顔が薄いんですよね。普段はなんかメイクさんにメイクしてもらってるんですけど、ほぼ今日はすっぴんなんで、はい、あんまり見ないでっていう感じで、一応衣装だけ着てきました。はい、なるほど。そんな感じですね。まあ、なんで俺たちが出てるかっていうとですね、まあ、なんかパラレル、はい、あ、なんだっけ、なんだっけ、今日はこれヤバいモードのやつだ。そうですね。まあまあまあ、はい、そうですね。まあ、そう、今流れてる曲なんですけど、ちょっとリリースが7月1日にありまして、それの告知をですね、するためにわざわざ1時間、パラレルさんのね、番組を選挙しようっていう。優しいですね、パラレルさんは。優しいし、もう職権乱用にも程がありますよね、本当に。はい、そんな感じで、自己紹介を終わらせていただきます。はい、頑張りましょう、今日も。はい、まあ今回自分はアーティストとして出るのは初めてなんですよ、リコラマで。なるほど、はい、緊張してますね。緊張するんですけど、まあ今日はバンドとはアーティストとはについて語ろうかなと。なるほど、はい、そんな、そんな裏テーマが、裏テーマがね、はい。僕はバンドメンバーですね。ボーカルです。ボーカルです。じゃあこれはもうね、一曲多分カラオケで歌うっていう振りなのかなっていう。違う違う、それは違う。お金かかるから。かかんないですよ、皆さんのコメントがあれば多分歌ってくれるんで、お願いします。お願い。
まあ、本当歌うまにね、出ようと思って出ようと思ったんですけどプロが出ちゃうとね、あそこかなって。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。なんで、辞退しました。辞退急遽。はい、はい。そうですね、バンドとはまず、じゃあバンドの説明から。バンドの説明から。バンドという言葉の説明からね。バンドって何ですか、奈々さん。何ですかね。バンドとは。わかりました。奈々くんに聞いたのが間違いでした。バンドとは。キュウさん、バンドってどうですか。バンドってどうですか。はい。どうですか。どうですか。何ですか。どうですか。どうですか。楽しいです。楽しい。賑やかで。楽しそうだな、本当に。楽しい。うん、ラビットは楽しそうでいいな。そうで活動してると。なるほど。ワイワイってのが。なるほど。まあね、裏では殴り合いの喧嘩したりとかね、してるわけですけども、うん、はい、全然 ね、表では仲良く振る舞うっていう。お、お、なんか、流れた。こちらがその今回のね、アーシャーなんですけども、はい、はい、はい、これ一番左が僕ですね。あの、奥の奥です。またまた、またまた。お、かっこいい、はい、今日これでいこう。これでいきますか。もはやラジオ番組になっちゃうけど、大丈夫ですか。こういうちょっとね、いじめられてるシーンが、そう、ちょっとお茶目なやつもあるんですけど、あ、これをわざわざ流してほしくて神谷から持ってきたんで、いろ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 と、はい、持ってきてますよ。仕込みが、仕込みをしてますよ。あ、はい、戻った。やばい、現実に戻っちゃった。やばい、夢から覚めちゃった。夢から覚めちゃった。すっぴんになってしまう。はい。かっこよかった、今の。今のあのいわゆるアーシャってやつですね。アーシャっていうやつですね。アーティスト写真というやつなんですけど、持ってくればよかったな。アーシャ、そうですね。アーシャ持ってくればよかったな。アルバムを出すんですよね、アーシャの。お、そう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 。写真集。こんなこういう系統よりはうちのバンドはどっちかって言ったらユズみたいな。ああ、なるほど。爽やか。爽やかですね。なんでね、次の月曜日は月末か、次は月末に西口でやってるんで。わかりました。もうそこまで言われるともうもはや行きますよ俺は。お願いします。はい、はい、まあね、はい。で、まあ告知は、告知、今のはあれですか、ちょっと漏れた画像を見せたらしいわけですか。そうですね、ちょっと漏れ持っちゃったみたいな。なるほど。決め顔してやったぜみたいな感じなんですけど。なるほど。告知はまあなんかそうですね、おいおいに、うん、後でね、後でいろいろ告知が、はい、うん、じゃあ本日は企画をね、なんと考えてきてないんで、なるほど、僕たちの大好きな、大好きなフリートークを、はい、フリートーク、フリートークコーナーっていう企画ですね。わかりました、はい、うん、僕たちの大得意、コマーシャルが待ち遠しいやつですよね。そうですね、そうですね、完全に、はい、なんで今日はコメントを拾ってね、はい、何曲だって行こうかな。そうですね、拾いやすいコメントお願いします。あ、次のライブいつって。お、次のライブいつ、来ましたね。6月の3日にですよね、ラビットは。そうです、あります。新宿のルイード K4 っていう箱であるんで、ぜひとも遊びに来てください。イエイ。ルイード K4、 ルイード K4 っていう、なんかお風呂入ったってどういうの。なんか匂いましたかね、なんか。画面越しに、画面越しに。今日はホスト仕様じゃないんで、掛け持ちで、はい、アーティストの方、アーティストの方をね、やらせてもらってるんで、はい、で、ルイード K4、6月3日、はい。で、何時から？時間は多分、早めなんで、多分4時ぐらいから。ライブはやるかな、6時 ?4 時新宿、新宿です。あー、早かったよね。もうすぐ出勤できるんですよね。いやいや、またその日はちょっといろいろとあるんで、お休みを出していただいてですね。唐揚げくんのネタ誰なんだろう。唐揚げくん、お、ママ行きやすいし、嬉しい、めっちゃ嬉しいな、それは。あんまり言われないからね。まあでも本当に最近部屋寝するのをやめたんですけど、部屋寝した方がいいですか。部屋寝した方がいいと思う人いますか。なんていうか、コメントが来ない。もう
当にもうチケットの取り方でもう必死ですよ。みんなもうチケットも買ってくれた方がいるっていうことでありがとうございます。ありがとうございます。ぜひともね来てくださいたくさん来てください。お願いします。カメラ君が一番かっこいい。なんだって。またまた周りは企画。まあでも本当にもう最近もうヘアメをしても意味がないことに気づいてそうなんですそうなんですよ。もう全くあの女の子と触れ合う機会がないんでね。ないですね本当に。機会がないのであんまり格好はつけなくていいかなっていう。神谷くんもだよね。俺ももうなんかあれっすね、なんか電話とか鳴ったと思ったら大体他店と揉めてて、その他店の人あともう昼間から電話かかってきたなと思ったらほとんど退入とか。ひどいですよ本当に。もう奈良君は、奈良君は電話の相手大体どういう人？電話来ないですよ。またまたリアル来ないです。またまたモテモテなのに。またまたモテモテなのに。2番目の人名前、これ奈良君どっちから2番目？奈良君、九君、神谷君ですね。神谷です。はい、早めしなくてもかっこいいよ。棒読み棒読み棒読み髪染めたんだけど、これでも髪染めたんですよ、一応。多分染めてっていうのが多分カラフルに染めてっていうんじゃないですか。そういうこと。なんかじゃあピンクにしましょう。イエイ。私はね、春だったんですけど持ってますよ、俺、レナさんの雑誌を。レナさんが載ってる雑誌を持ってますよ。白とピンク。昔は春だったんですけど。白とピンクでしたね。はい、じゃあ、もうラビットのね、じゃあ話をしてよ、今日はとりあえず俺たちあんまりその情報発信をしないバンドなんですよ。あ、なるほど。情報発信しないっていうか、なんかできる能力がないってだけなんですよ。なるほど。食レポは入れない。そろそろまたメダルがいけてる客に言えるかの復活しようと思って。そうですね、復活しよっかってなって動画を撮ろうってなった時にめんどくねってなる。めんどくないってなんか時間ないっすね、もう忙しくて。そうだね、ピースして神谷モンスターポーズして。モンスターポーズ、モンスターポーズ。多分ね、モンスターっていう曲があって、それで私はモンスターっていうフレーズがあるんですよ。多分モンスターこんな感じでやってるんです、こんな感じで。ああ、それがモンスターポーズ。モンスターポーズ、嵐のパクリですね。嵐のモンスター。そうなの？あ、そうなんだ。いや、嘘嘘もう全然やってないじゃん。本当に復活しましょう。はい、やりましょう。結構ね、本当にね、かなりの労働力を使う、ね、あれはそのコメントに文字打ってったりとか全部やっていくんですけど、うん、もうだからめんどくさいんでワンマンライブをやってそこで全員に行ってもらったら一撃で終わるんじゃないかってなるほど、髪切りました、かなり。どっちがいいですか？さっきピースしててめちゃくちゃこれしてどうすんの？してどうすんの？本当指がすごい短いんで。お、いいのが来ました。ナナ君の好きな女性のタイプは？って来てますよ、ナナさん。女性のタイプ？言ってやってくださいよ。いやー、よく笑う子でおしゃれやん。です。です。うん、よく笑う子でおしゃれな子。うん、優しい子ですかね。優しい子。なるほど。なるほど。以上。盛り上がらずに終わりましたね。もうまあそれが無難だよね。そうですね、無難だよね。ちなみに今これ見てる中で「ラヴィット!」のバンドのライブに行ったことあるよっていう人いますか？ある人、あるって言ってください。嘘でもいいんで言ってください。無難なポーズ知ってますか？最近これをやりまくってたら本当に耳短いよね。ルナの L ですよ。でもルナのポーズって意外と普通になんか別になんかルナさんを知らない人もやってます。そう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 。あ、あるって、ある、2個ある。やった、2人だけ来てくれてるんだ、ありがとうございます。だけみたいな、そこすごい。だけ、常に2ですね。これ告知みたいなのしたの？告知は多少ですね、ラインで多少やんわりと。ああ、じゃあね、見てるだろうね、好きな人は。なるほど。
今日あんまり喋ってくんないの、3人は。なんかやっぱり喋ることがない。あんまり下ネタとか言ったらイメージこうなんか崩れちゃうかなと。ラビットのあのイメージは何だよ。イメージですか。何のイメージとコンセプト？コンセプト、今回のその衣装とか、あとそのまあ曲とかですね。それはなんか今回宇宙とか星とかをテーマにしてやってるんで、この服がなんかギャラクシーっていうなんか宇宙柄なんですよね。なかなか宇宙行けない。そうなんですよ。なるほど。そう、今回なんかそのウサギ座とか星座でウサギ座っていうのがあるんですけど、そちらをテーマにして曲も作ってるんで、はい、よかったら CD 買ってください。CD いくら？ CD は税込み価格で2000円です。お、税込み、税込みで2000円です。税込みです。大きい税込みだよ。消費税が 8% に上がったとしても税込み、込み込み2000円。そうです。お釣りを出すのがだるかったです。らしいです。はい、はい、ウラナのコンセプト、ウラナのコンセプト、ウラナのコンセプト知りたいな。ウラナのバンドのコンセプトですか。いや、ルナ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 っていうものに対する僕、もう一人の自分もう一人の自分もう一人の自分のコンセプトですか。なんなんだろうね。あ、パラレル買えますよ、CD。またまた本当にまたまた。あの、でもパラレルだとタックスついちゃうんですよ。ひどいですね、もうタックスついちゃう。ひどいですね。タックスついて、でも売り上げにもつくんで大丈夫。いや、だってリリースに関してだってルナさんに別にお金を全く借りてないですよ。俺たちね、全部全部自分たちでやりましたよ。自腹でやったのに。なのにタックスを取られてしまうっていうね。そしたら守れなくね。神谷君と握手ができるの？握手券付き CD。 俺の握手でよければもうね、5円でも10円でも、はい、インスト楽しみ。そう、インストアがあるんですよ。あります。実は以上です。いや、インストアって何ですか？あの、CD 発売会みたいなのが、あのパレルであるでしょ。いえいえ、あの、CD 屋さんの方であるんですけど、あの、ライカイジスの東京店と、あと、自主版クラブさんっていうところと、あとちょっと面白い企画的なインスタイベントもあるんで、よかったらですね、ホームページの方を見ていただいたら、情報の方載ってるので、見てください。絶対そこじゃないでしょ。店に来たら普通に握手できるって言うから、まあ、いくらでも、いくらでも、はい、いくらでも。でも最近あんまりいないですよね、遅い時間に。普段ちょっと外にいるんで、俺でね、そういうまあ、いろいろあるんですよ、うちの店にも。はい、ということで、はい、じゃあなんかある？特にないです。そろそろ終わりの気配。そうですね、ちょうど30分が番組だったらちょうどよかったかなっていう感じの。確かにね。はい、ちょっとあの仕切り直すんで一回 CM に入りましょう、はい、CM お願いします。どうぞ。好きやけん、ずっと一緒にいるさ。本営と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。俺の女じゃない。プロポーズされたいならソウル。パール楽しい。ルービックキューブ楽しい。ブスいじり楽しい。次は終了。マジ終わった。おきました。改めまして、はい、改めまして、パラレルのちょっとテンションが上がったルナさんとラビットの3人で。パラレルじゃないよ。
あれ、ああ、シンガーソングライターの、シンガーソングライターの染谷さん。染谷さんと、ラビットです。はい。イエイ。イエイ。今日なんか、あれだよ、2人来てないよね。2人来てないですよ。あんまり、あんまり多いと迷惑かなと思って。いや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 。多い方がいいよ。多い方がいい。多ければ多い方がいいよ。まあ、本当に。ライチいつ、ライチはいつも担当が決まってて、毎月の一番最初の回ですね。ライチの回、だいたい第1週ですね。第1週目ですね。で、2週目が葵とかがやって、3回目がカズマ君になって、4回目が神谷君。はい、はい、っていう感じなんですけど、何かあったら言ってください。帰れるんで全然。はい、全然4回ともライチの回でもいいんです。いいですよ、全然。そっちの方が気が楽ですね。4回ともライチの回でもいいんで、全然。はい、全然ですよ。僕は気分です。気分。自分のコンディションがいいときそうですね。はい、今日はどうしても出たいってことで出てきてくれるね。今日はどうしても出たいって言ってないの。出なかったですっけ。せつなは、せつな、せつなとは今ちょっと謹慎中なんだね。そうですね。なんか悪いことしたんですかね。謹慎中なんだ。なるほど。あ、ちょっとそれ貸してよ。はい、これですか。あ、これ、あ、これはまだ見せないんですか。あ、いや全然いいですよ、こちら。どうぞ。はい、じゃあもうこれさっき映したやつかな。それはさっき映ったやつかな。ラビットフライヤー、フライヤーです。やせてよ。やせてよ。しょうがないじゃん。じゃあそろそろ俺の宣伝をしますか。告知、告知。今日はこの宣伝をするためだけに来た。そうですね、そのためだけにわざわざ衣装を着てきました。はい。今一番もういい感じの時じゃない。本当ですか。わかりました。そしたら、ヒュー君から。俺から、いいのかな。はい。ミニアルバムからいいよ。何でも任せます。はい。お、ヒュー君が告知をします、今から。します。ライチは出ますよ。ライチ卒業って書いてある。7月1日に、ファーストミニアルバムを出します。よいしょ。よいしょ。それに伴ってインストアイベントとかやります。はい、日付とか内容はホームページなんですけど。はい、ボリュームが大きい。はい、まあ各店舗特典とかあるんで、みんなたくさん買ってください。イエイ。はい、取材のお知らせお願いします。はい。はい。ですね。ウサギとプラネタリウム。7月28日、渋谷レックスで行います。いやいや。さすがさね。オープン時間4時半だって。過去帰り。過去帰り。帰り。ナナ本当大丈夫って来てるよ。ないよ。何が？何が？ナナが大丈夫そうじゃないのは何？それはナナにしかわからないな。何を？最近奈々調子悪い。奈々、どうしたって来て。お店卒業なのって感じ。なんかいろいろと、神谷牛する。ライブ来てください。はい、いっぱい来てください。はい。たった3000円です。わかりました。3000円。チケット代にはタックスかかりません。確かに。確かに。これホストクラブ潰したの。ねえ、俺たちにとっては5000円買ってくれたらもう不当客なんで。なるほど。5000円もう、ほんとっすか、ありがとうございますっつって泣いて喜ぶぐらいの、もうほんと感謝ですね。なるほど。で、おみやさん、親愛ダリアのコンセプトを教えてくれた。親愛ダリアコンセプト、特にないですね。特にない。はい。特になく。ダリアってなんだろう。ダリアっていう花があるんですけど、そう、その、まあその花に込められた意味が、花言葉が何個かあって、まあ、その花言葉にごとの、なんだろうな、 A メロ、B メロ、サビみたいな感じにはなってるんですけど、まあ説明するとめんどくさいんでやめときます。イエーイ。まあ、お花だよと。お花です。神谷、いくらでやれるっていう。
いいっすよ、いくらでも任せてください、ね、2万ぐらいで、ね、もうちょっとストレートに来てね。髪は5000円くらいだよ、5000円。鋭い、鋭いな。5000円安い安い、その通りですよね。もうね、人をそんなね、お金でバイバイするなんて。はいはい、ルナさん、眠いっすか？眠いっすか？眠い？最近あの、今日はアーティスト仕様なんで、あれなんですよ、化粧もしてないんですよ、あんまりちょこっとだけで、最近あの、眉毛も生やしてるんで。おそうそう、どんどんナチュラルな。まさか、ルナさん、結婚するんですか？おあれしない。あ、しないですか？まだ、まだ5000円なら神は買うそうですよ。本当っすか。チェキ1枚5000円で、あざっす。あざっす。どういう詰められてる、図星みたいな、図星みたいな感じのあれですかね。あ、優しい人が増えてきた。お、優しい人、ラディさんも可愛いよ。チェキ高いっていう批判があります。チェキ5000円は高いですよね。わ、うん、かりますよ。500円です。なんと10分の1の500円です。はい。あと何紹介しようかな。じゃあそうですね、この辺で、じゃあ Q 君の好きな女の子のタイプを。え、好きな女の子のタイプは、で、あれやるのじゃん、次のライブの時に、はい、あのみんなこういう格好で来てねっていう。ああ、そういうので来たら、あのこれを見てくれてると思う。ああ、確かに確かに。 Q 君どんな服装の女の子が、水着で、ビキニで。じゃあ緑色のビキニを着てきてください。着てきたら、もう着てきたら、どうする、どうしよう。もう5000円あげます。あげちゃうあげちゃう。チェキただでいいんだ。ビキニ着てきたら、チェキ着てきたら、ナナ君のビキニ着てるチェキをあげます。誰もいないでしょ。世界で1枚だ、ね、世界で1枚。じゃあ、ナナ君が考えてきたそのコーナーをお願いします。あ、やります。 LINE で送ってくれたやつ。お、あ、あれ採用された。採用、急遽採用。はい、じゃあ神谷君から行こうか。なんですか、俺全然知らないよ。あ、聞いてない。はい、ですね、はい、バンドを始めたきっかけと、はい、今の自分のパートを選んだわけは。あ、なるほど。特にないです。ない。はい、ない。特にないです。特にない。はい、終わり。直感で。そうですね、流れで。あんまり特に理由はないです。でもボーカルが良かった。いやー、なんでもいいですけどね。ただなんか、そうですね、ただ今のバンドに関してはなんか本当は別にやるつもりなかったんですね、本当は。あんまりそのぶっちゃけそのね、ルナさんとそのお店をなんか作ってる最中な感じだったんで。そうそうそう、結構忙しくて、それだけで。でもまあなんかそのもう一人ベースのね、 L っていう人がいるんですけど、まあ、その人が必要以上に揃ってくるんで、まあやろうかなと。いつやるんですか。どうしますかね。どうしましょうね。やめるの、趣味はやめるの。いやー、なんかただなんかそのあれですよね、ただまあきついですよね、なかなか。いや、どっちをやめるんですかね、本当にね。それはダメです。どっちをやめるかなって。そのやめるはやめる、でもバンドじゃなくてもしかしたらっていう仕事のかもしれない。っていうのはありますね。はい、そんな感じです。新店、今日は新店を、なんとね、8月に場所は、歌舞伎町だからミニストップの向かいのビルですね。はい、3K75 ビルってところに、次のルナープロデュース第2弾が、はい、第2弾が、ついにグループ展開のね、日差しがっていうか、もう現実的に8月になんとね、オープンします。2店舗目、よいしょ、イエーイ、イエーイ。ついに祝願が、ついにこの日が来ましたね。店名は、なんとマジック。マジック。これ重大発表しましたよ。重大発表、結構重大発表しましたけど、ぶっちゃけあんまり知らないです。そうですね、新店ができるんで、はい、神谷君はそっちに移動になります。いや、移動するのかな。どうせどっちも出るんだけどっていうね。こっちも出るんだけどね。どうせ、はい、本当に。で、来中も移動しちゃいます。来中はね、来中が率いて頑張ってくれると思うんで、ぜひ。そうですね。もうパラレルもマジックもね、どっちも
内緒にするんで、どっちも来てても別に大丈夫ですね。移動する人はまだ決まってないですね。とりあえず来中は移動です。あ、そこだけは決定してる。もう来中は移動です。移動っていうか、なんだろうね、就任就任っていうか、まあそうですね、まあいろいろあるんですよ、箱に関しては。いろいろありますね。店長みたいなもんですね。おめでとう、来中。おめでとう、おめでとう、おめでとう。見てるかな、おめでとう。いないいないけど絶対見てないよね。青井くんはパラレルかな。あ、うん、青井パラレルかな。まあ、わかんないですけどね。わかんないですね。多分、来中とシオンくん。シオンくんっていうあのカリスマがいるんですけど、新人で入った子で、結構一発芸でもう全てが終わるっていう。そうです、はい、全てが終わる。ちょっとね、はい、ぜひとも。マジックほんと一発芸の店にしようと思って。大中とシオンくんとレオナくんぐらいになっちゃった。いやー、楽しみですね。一発芸をしてくれる店が。シオンくんはシオンって誰、死刑囚ですから。飾られるんですよ。あげろくん、あげろくん。移動した瞬間飛ぶって。もしかしたら、いやー、否めないですね。いや、新店は楽しみで、8月面白い。いやー、楽しみですね、8月。まだまだ、これからだから2人で立ち上げを頑張りましょう。いやー、もうね、慣れたもんですよ。慣れたもんですよ、新店立ち上げなんて。で、なんかないの？ラビット。レオナは役中ですよ。当たり前じゃないですか。ハーブかな。役中なんだ。カメル締めたら進展出るの。いけます。余裕です。いけますよ。もう全然もう内緒にするんだ。どっちもね。よくいるじゃん。でもね、こっち行っていて、あっち行ってもいてみたいな女の子ね。位置づくってるね。いますね、いますね、ほんとに。まあ、そういう子でもちゃんと安心して飲めるんで大丈夫です。口堅いんで。僕も神谷くんも分かりました。うん、まあ、きっとね、進展ができたらまた給料がめっちゃ増えるんだろうなっていう、倍になるのかなっていう期待をね、込めて。本当は PV が撮れます。 PV が、本当俺の給料次第で PV のクオリティが違ってくるんで。PV 撮るんだ。 PV 撮るんですよ。分かんないですけど、やばい、また変な発表しちゃったじゃないですか。やばい。後々の、後々の。ロングとショート、どっちが好きですか。ロングですかね。俺はロングが好きです。なんなら指名できません。どっちでもいいです。なんなら指名できないですか。神谷君のタイプ。神谷も指名できないですよ。でも神谷君のタイプは遅くて巨乳です。また適当なことを。巨乳のタイプはキャバ嬢だよ。キャバ嬢、いや俺どちらかっていうと清楚系の方が好きだよ、ぶっちゃけ。なんか多分ね、そう、どっかの回でキャバグレイ的な話になったんですよね。あ、多分あの水月玲奈と神谷雄介はキャバグレイだみたいな、そっからのイメージみたいな、多分イメージでなってるけど、まあ、ぶっちゃけやっぱ清楚系の方が好きですよ。そうなんだ。いやいや、ルナさんは違いますか。あ、ルナさんキャバ。いやいやいや、まだ別にキャバ嬢が好きでも悪いことではないからね。ああ、なるほど、うん、と思います。まあ、個性ですよね。いや、まあね、俺も好き放題言いますけども、黒髪の清楚系が好きですよ。それ以外あんまり興味ないです。俺が触ったら怒る。俺が触っていいですよ。お、あ、キュウ君はね、言ったっけ、好きな女性のタイプ。女性のタイプは二次元です。二次元、そういうちょっとね、分かりづらい感じでね。曖昧にするじゃないですか。いやいやいや、でもケイ君割とロリコンっていう噂が。何それ、何それ、意味が分かんないんだけど。なんか本人、本人団であったような気が。本人団、何それ。なんかちょっとなんかね、あんまり、ね、あんまりなんかキャピキャピした感じよりは、ね、落ち着いて、落ち着いて、黒髪のパッツンで、パッツンで、色白で、余剰で、なんか動画が好きなんでしょ。地味な女が好きです。へぇー、大人しそうな子。そう、キュウ君だって緑のところをね、隠したらなんか
ちびまる子みたいな。いや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 、これ前も言われましたね、ちびまる子ちゃんに。今日は奈良くんが特別出勤するらしいです。一日だけ退入で。めっちゃこき使うわ。来てください、見てる方と決まらない。ぜひ奈良を指名してください。お願いします。お願いします。よし。いやということで、あと20分のところまで来ましたよ。20分、3分の2を消化しましたね。やっぱあと20分。じゃあ最後、じゃあお店の告知を。今月の25日ですね。はい、あさってですね。あさってあさってか。あさってですよ。はい、あさってですね。ついにパラレルから新たな1000万プレイヤーが開出なりますね、多分。なりますね。なりますね。なりますね。新たな1000万プレイヤーがみおくんのバースデーイベントです。はい、25日さつきみおっていうね、看護婦さんの、はい、派手な、でっかい富士山、青頭の、はい、富士山が多分きっと1000万プレイヤーに 90% ぐらいの確率になりますね。そうですね、まあ 95% ですね。 95% ぐらいの確率になるんで、ぜひ、はい、なる瞬間をね。そうですね、また歌舞伎町に新たな1000万プレイヤーがね、生まれる瞬間を見に来てくれたらいいっすね。はい、そうですね。そして神谷の給料が上がるっていうね。上がんないです。上がんないですか。固定給変わらずみたいな。はい。いや、すごいよね。すごいですね。で、8月には夏くんもね、1000万プレイヤーになって、そして6月にはね、みなすきりなが4000万売るんで。来月僕バースデーなの。そうなんですよね。6月12日みなつきれなバースデーなんですけど、6月22日のイベントは、まあ、イベントは22なんですけどね、はい、まあそうですね、5000万ぐらいですかね、まあ、もう5000万頑張ります。あ、まあ、アーティスト力だ。アーティスト力、なるほど。ファンたちが駆けつけてくれそう。およいしょ、みんな飲んでる。よし、じゃあ大体告知は終わったんで、はい、一回じゃあ CM 行きましょうか。わかりました。あと20分なんで、ということでじゃあ CM お願いします。 CM どうぞ。どうぞ。今やゆきやも歌舞伎のナンバーワンか。この状況でまだ半分も伝えきれてないのが面白い。全部教えたらこいつらはどこまで成長してしまうんだ。4000万の売り方を教えます。いや、まだ全部教える時じゃない。 BS グループワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分は内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はい。ということで、今ね、みなつきルナ1990年6月12日生まれっていう情報が流れたところで、はい、24歳です。そうですね、今飲んでるのはカロリっていうお酒です。はい、もう酔ってます。酔ってない。これから仕事なんで。24歳、もう24ですよ。24です。24。でも若い経営者ですね、本当に。24です。若いのにこの貫禄って。貫禄、最近貫禄あるってあれだ。超やな。確かに、オーラがなんか前より一層出てきます。あの、本当に、いや、果たして最近モテてんのかモテてないのかっていう。全然モテてないよ。いざとなったらもうこれでいけるじゃないですか。お金でこれでもう自分で解決持ってるんで、ルナさん。
で実は今ダイエット中ですね。ちょっとカロリーをあんまり飲まないようにして、多分次出てる頃には5キロぐらい痩せてる。ガリッガリですよ。ジムは2回で解約しました。解約したんですね。なんでまた行きましょう、ジムに。中継があるからね。キュー君は何ですか。あ、年はあるのやつ。年は秘密です。バンドマンなんで。そうなんだ。バンドマンなんで。ナナ君は、ナナ君はもうね、35なんて誰も絶対に信じちゃダメだよ。35歳なんて秘密だよ。はたまた40かもしれない。はたまた20歳かもしれないし。なるほど。いやもう本当に20歳過ぎると早いよね。びっくりだよ、もう。早いですね。もう本当になんか今でもね、あのお正月とかもらえる気しない？さすがにない。しないもん。あげてる？お金。いや、お正月は帰らなかったんで何もしなかったんですけど、でももう逆にね、送る立場になっちゃってるのかなっていう。そうそう、なんかその周りの子供たちになんかあげてって言われるじゃん。言われますね。それがなんか悲しいよね。まあルナさんは別にね、いいんじゃないですか。持ってる。そういうんじゃないですか。もらいたいじゃんね。あー、でもそうだ、最近母の日でした。あー、母の日でした。入れ墨はしてないです。入れ墨してないんですか？してないですけど、そろそろしようかな。もう僕はホストをね、食べていくしかないんで、一生。わかんないですよ、背中に麺キャバ王子って。それはちょっと聞くかもしれない、もしかしたら。もしかしたらちょっと問題があるかも。やばい、今じゃあピーつけてください。ピー、生放送だからつけない。後でピーつけてください。で、そうですね、母の日だったんで、皆さん何かあげましたか、母の日。あげましたか。今、一回実家に帰ってタバコを一箱あげました。バスライトイヤーみたいな。バスライトイヤーみたい、すごいよね。バスライトイヤー トイストーリー、トイストーリーだ。やばいっす、バズライなかなか言われないっすよ。いやー、レアいや、どんなレア強いやん、ね、ちょっと笑いたい。バズライトイヤー、バズライトイヤーに見える。バズライトイヤー、お、いい質問がありました。差し入れでもらって嬉しいもの、3人に答えてほしい。タバコとお金です。あとエナジードリンクです。あとバズライトイヤーです。バズライトイヤーにでも自分が見えてきたんだけど、なんかまた来たの。騙されてました、騙されてました。自分の画面映ってるのが見えるんですけど、自分がバズライトイヤーに見えてきたもんな。騙されてる形が。あー、やったもん。ちょっと真似してみて。ちょっと真似してみて。真似が分かんないもん。渚ひかりは知ってますよ。エアグレープ。ダメだ。まだ残っちゃってる。まだ大丈夫。ちなみに今コメントはどんぐらい？コメントは855件ですね。すごい。すごいのかな。無限の彼方へさあ行くぞ。行って、マドレディアのセリフがそうです。これは絶対やる。真ん中二人元気なさそうに見える。元気だよ。イエイエイ。元気？ちょっと長く、後ろ髪エクステだって。地毛です。地毛です。地毛です。本当に地毛？はい。本当に地毛だ。おすごいよね。タバコ何吸ってるんですか？タバコ何吸ってるんですかって来てます。来てます。差し入れしてくれるんですか？ちなみにそのラビットのライブでタバコを持ちたの差し入れするってなった。ちょっとこれずるいずるい。よろしくお願いします。誰も吸ってない。誰も吸ってないそれ。メビウスのオプションの上でもよかったら一個ぐらい入れといてください。そしたら神谷君がもらっとくんで。
やひどいです。そうやってまた間接的にね、一旦買ってって意味だって、それとも、うん、お金が欲しいのか。いやお金が欲しいです。そのまま欲しい欲しいです。ダメバンドだね。嘘ですよ。そうですよ、本当にチェキ1枚売れるだけでもめちゃくちゃ嬉しいんだよ、うん、ぶっちゃけブレスレット。そうね、ブレスレットどこに買ったの。これですか。買ったんですか。それもらったんですか。これはかっこいいよね。もらってはないですよ。隠しは言わない。もらってはない。買いました。おいくらぐらいだったんですか。いやこれでもそんな高くない。100万ぐらい。そんなしバスって呼んでください。バスって呼んでください。バスって呼んでください。これからちょっとは世界の彼方。バスバスいけてる。バスバスいけてる。新しいトーク番組ができましたね。バスバスいけてる。バスバスいけてる。来週かな。本当にひどいよね。いやニコ生のなんかコメントくれる方って大概ひどいっすよね。結構太ったってまず第一声じゃん。どこのブレスレット。これはあれですね、みんなブレックホストがつけてる普通のやつですね。ブランド名はわかんないっす。流行りに乗っかれ派なんで。はい、ということで話す内容もなくなりましたね、そろそろね。あと10分ぐらい。あと10分もあるんだ。なるほど。お、あと10分か。早かったな、今日も。いやー、ほんと早かった。緑頭の人、カッパなのっていう。カッパなんです。カッパいたら逆に見たいよね。カッパなんで加入しました。実物を、ほんとにまだもしかもちっちゃくコメントするとやらしいな。やらしいですね。プレミア会とかだと多分プレミアだったら帰れ、会員だったら帰れるんですよ、なんで、ね、いいな、プレミア会員いいな。あ、そうなんだ。ブレスレットって、そんなブレスレットが見えるんだよ。目立つからじゃない。結構大きいですもん。なやくんは、なやくんは、なやくんのこれは、なやくんの、なやくんのバッグ。これはじゃあ、あと10分なんで、あれやりますか。はい、最後の視聴者、視聴者プレゼント的な。そうですね。ちなみに何も考えてないですが、視聴者プレゼント、ラビットから何かありますか。芸能人4人もいるんだな、ここに。芸能人4人なんで。ラビットからのプレゼントは何か、どうしようかな。何でもいいですよ。いつ、いつ、これ、これはいつ。中身があれ持ってきたの。あ、ありますよ、1個。はい、1個、私物は持ってきました。そんなのやってるの。はい、いや、バンドからのプレゼント何かあれば。バンドからのプレゼントはやってくださいよ。タオルやったしね。何がいいかな、うん、ボーカル。いや、俺はあるんで大丈夫ですよ。一人、一人一個出す。じゃあ一人一個ずつプレゼントを言っていきましょう。一人一個プレゼント。はい、私物プレゼントということにしましょうか。あ、そういうこと。はい、嘘。私物プレゼントね。はい、宛先は、宛先はじゃあ、ラビットのオフィシャルの方にに行く感じにする。いただけたら抽選、抽選で。もはやパラレルの求人じゃなくなってるもんね。下の下のホームページ。ああ、もうね、うちの OB が出てるっていう。ありがとうございます、本当に。そうそうですね、こちらのオフィシャルからメールが送れるんで、そうですね、そちらで先着1名様ずつですね、希望の商品がありましたらっていう感じで、はい、お問い合わせいただけたら先着で選ばせていただきます。先着なの。先着、抽選でにします。抽選、抽選で、抽選だ、抽選で、はい、来るかね。でもタオルの時は結構来たよね。ですね、はい、うん、Lさんが送ってくれたはず。そうですね。でこの「ラヴィット!」のホームページの方に メールは送れる。メールは送れます。はい、メール送って住所、名前。そうですね、まあ、住所と、まあ、お名前いただけたらそちらに発送を持って当選とさせていただくので。そうですね、はい、そうですね、はい、それでまああれですね、メッセージとかね。そうですね、書いて、はい、もらえるんで。本当にこれガチですよ。ガチです。結構ガチです、これ。そうですね、ここに出てるホームページがあるんですけど、ラビットのそちらのなんかお問い合わせかな、コンタクトかな、なんかそちらにメールアドレス、ラビットのメールアドレスがあるんで、そちらに送ってください。
ということで、じゃあプレゼントの発表いきましょうか。はい、そしたら奈々くんからいきましょうか。何でしょうか。私物、何か持ってきた。いや、何も持ってきたんです。いや、なんかじゃあ、なんか出して。なんかあるかな。何でしょう。何でしょうかな。何でもいい。ボールペンと帽子しか持ってない。何でもいいよ。お、先に水崎ルナさんのプレゼントが。いや、本当になんか何もないから。神はプロ野球選手になりたいってなかなかだよね。野球俺何にもできないけど。昔はプロ野球選手になりたい。すごい、野球やったことない。いや、誰かクラノド見て勘違いしたのかな。でも野球好きですよ。じゃあ皆さんからのプレゼントが決まったところで、一番多分安いんで僕から行きます。じゃじゃん、えいえい。何ですかそれは。何ですか、高そうな。それは新品です。お、新品の何ですか。新品の、ファンデーションのパフがあったんで、欲しいって方がいたらこのラビットのね、これからお願いします。はい、そしたら奈々さんのプレゼントは。はい、奈々さんのこれ。あ、お、これ。マジで。それは嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。結構いいやつだもんね。そんなのもらえちゃうんですか。分かんない。アップにして、アップ。どうか。あ、アップ、アップしてください。アップになるか。お、アップになった。どこだ、やばい。お、お、指輪。お、指輪です、ね、指輪です。ほんと私物だね。ターコイズです。欲しい、それ欲しいです。じゃあ、キューちゃんプレゼントは。なんもないから、今持ってたマニキュアあげます。あ、マニキュア。マニキュア、今つけてるやつです。なかなか、お、なかなか。すごい、なんかバンドマンっぽいんだけど、ほんとに。いや、芸能人っぽい感じ。500円くらいです。安い。はい、では神谷さん、お願いします。神谷プレゼントは、おお、神谷オリジナルシャンパン。おお、最後の1本ですね。もう多分もう世界にあと1本しか残ってないやつで、はい、まさかの、はい、こんなやつ。そう、お店で入れたら10万ぐらいかかるんだ。それをタダで、はい、でもらえるんで、はい、彫ってあります、名前が。抽選で、そんな感じで抽選で発送します。噂によると、一番万件が入ってた人が当たるらしいです。そうですね。本当ですか。どうやってメールで満件を送るのかっていう。まあ、あ、そうか、宛先じゃないのか。宛先じゃない。あれじゃハガキじゃないのか。そうなんですよ、ね。別にメールだけで、はい。じゃあメールで、メールだね。ファンレター宛先も載せてるから。そうですね。満件入れれば。さっきのオリジナルシャンパンはさ、お店で入れると10万円なんですよ。そうなんですよね。なのにただであれ。ただで。お。なんて。そうですね。かっこいいね。お、確か。指輪もいいよね。指輪もね、奈々くんのガチで使ってる指輪だし。はい、いつもつけてたんですか。はい、これはいつも愛用してたやつです。本当にあげちゃうの。はい、いらない。まあ、と言ってね、多分来週の放送にもちゃっかりつけてくれる。そんな感じで、もうすぐ残りわずかですかね、お時間の方は。です。早かったね、今日は。店で入れたやつ持ってて、家に線飾ってある。バカ。あざっす。あざっす。あざっす。誰が欲しいか書いた方がいいですね、絶対。書いた方がいいですね、これ。これ当たったらやるでしょ。これ当たったら絶対やるでしょ。これにメッセージ書いてくれ。じゃあ俺の何件来たか教えてよ。わかりました。ゼロ件っていう記録。ルナさんサイン入りですもんね。サイン入り。ルナさんサイン入りで。サイン入りで。あとアーティストソメアの。そう、ソメヤって書いてます。ソメヤサインで行きましょう。世界に一つじゃないですか。インフォからでいいの。あ、インフォからで大丈夫ですよ。はい、お問い合わせお待ちしてます。もう終わりだね。もう終わりですね。バズだけ。まあ今日はもうバズだけですね。バズだけ。そうですね。いやー、でもよかった、今日は。はい、
まだかな、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 早く終わらないかな。あと1分、あと1分、あと1分喋らなきゃ、あと1分、あと1分。ちょっとね、お酒飲みすぎちゃって今ね、あのトイレ我慢してる。めっちゃトイレ行きたい、わかる。俺も超トイレ、超トイレ行きたい。そう、ちょっと酔っちゃった。それだけだな。シャンパリ神谷氏のサインだ。みんなでサイン書こう。みんなでサインやって、今日の指輪これにしよう。指輪はちょっと無理かもしれないけど、じゃあなんかお手紙を添えてね、コメントでも。来週、ね、来週は多分来中です、ね、来週、来中の、来週でも放送ないですよ、確か。あ、6月の第1週が来中ですね。あ、そうだ、来週は、そうですね、毎月4回っていう契約なんだ。契約って言いますそうなんですよね、契約のもとに俺たち放送してるんで。来週お休みなんで、また再来週ライト君が、そうですね、ライト君がね、これまでね、ホストの自分のホストの、なんだろうね、歴史についてヒストリーでね、語ってくれるんだよね。お、あと10秒、はい、10秒、今日もありがとうございました。また見てね。お疲れ様でした。でもなく溜まり込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ。楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れて。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。